どうもチャップです。フォートナイトをプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、僕が今向かっている街、ここですね、プレザントパークにですね、インターホンがあるんですよ、家にね。そのインターホンをパパパパパパパンって鳴らしまくってめちゃくちゃおもろいっていうのをね、皆さんに見ていただきたい。いやほんまにね、これめっちゃおもろいから一人で何言ってんねんこいつってね、思う人はね多々いるでしょう。でもね、見ていただきたい、ほんまにね面白いんですよ。あの宝箱取るのかな、取んねやったらさ、キルしたいなって思ったけど、取りません。動画の見せ場1キルできるかなと思ったら、ん？無理チャップでしたね。誰もいませんね、ほんでね。で、まあ、とりあえずアイテムだけを取っていきましょうか。もうショットガンがやばいんですよね。ショットガンこんないらんちゅうね。ほんでね、インターホンどこや？この家はインターホンどこや？あれ？インターホンがないな、この家。いや、どっかにあると思うんですよ。こっち側かな？見つからんかったわ。でもね、インターホンがあるんで、それをね、ほんまにね、皆さん全力で見ていただきたい。それだけの動画なんですよ。めっちゃわかりやすいでしょ？で、僕、ショットガンばっかりやからさ、それも怖いんですけども、じゃあ、堂々とここに飲んだったらいいんちゃうか。ほんじゃ、誰か狙ってくるかもしれん。狙ってけえへんわ。ただただ平和でござったなぁ、いうことなんですが、ありましたね。ここにね、インターホンがある。これね、ほんまおもろいですよ。ほら、インターホンあるでしょ、インターホン。ちゃんと出てくんですよ。ベルを鳴らすって。ん？大丈夫？なんかすごい音したけど。まあ、鳴らしましょう。行くよ、皆さん。ほら、すごいでしょ、これ。ダダダダダダーンって。潰れるときめちゃくちゃ、ん？なんか、え？なんか音鳴ってない？気のせいか。でもね、もう、笑ってたのに、誰？なんか変な音せんかった？もうとりあえずね、ん？なんか車か、なんか、暴走族おる？近くに、暴走族おるよね。え？おらん？ん？なんか近くに暴走族おらん？なんか、ボワーンって音すんねんけど。え？どこ？あ、ほらほら、暴走族おる。暴走族いますやん、ほんまに、シンプルに。あの人をちょっと、仕留めたいんですけどね、あの人ターボとか使ってくるから、なかなか仕留めきられへんねんな、ほんま。あ、ここいますやん、ここ。あ、気づいてんのか。あ、ん、こんにちは。あ、待て、こんにちは。待て、あ、これ、あ、なに。なんか遅れてない？大丈夫？ん？怖いぞ。こっちにしようかな。こっちにしましょうか。ほんで、ここに車があんねやん。車の動画も撮りたいけど、今ちょっと置いといて、ん？あ、そこにいますね。え、ちょ待って、ちゃうくね。今の、誰？え？あ、ちゃ、自分で撃ったんか、今。自分で撃ったやつやん。ほんま、シンプルに間違えちゃップのやつやん。いうことで。で、そこに、あ、目の前にいらっしゃいますね。で、あの人ちょっと頑張って倒したいんですけど、そんなに武器が良くないんでね、なんとも言えないんですが、あー、顔が見えません。バレてるかな、これ。はい。なるほど。あ、ちょ待って。あ、気づいてないのか。あ、でもリロードめちゃくちゃ入ってもんだって言って。ダッサやつや、これ。ダッサやつ。はい。ちゃんと建築しようと。これ、ちゃんとね、僕はこうやって建築したらね、いいことあるんですよ。だって今日、ちゃんと建築してますもん。建築してますもん。ちょ待って。ちゃうねん。ちゃうねん。ん？どこや？どこや？ん？え？あ、はい。そこにラマのおじさん。ラマになったおじさんがいらっしゃいましたね。で、あの、ラマおじさんを倒していきたいんですけど、こっちにして、これをこうしましょう。オッケー。ラマおじさんがね、今絶対おったやん、僕。今狙われましたもん。でもね、ここで絶対やられたあかん。なんでかって、まだインターホンでね、戦ってないんですよ。リロキャンがすごい。ん？
おるぞ絶対。あ、ほら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 、ラマおじさんいますやん。ほんまめっちゃシンプルな、ラマおじさん、ラマ全然当たる、全然。うわ強ー、ヘビーヘビーめちゃくちゃ強いやん。嵐のオーディション入ってないやん、ヤバチャップやん、いうことあったんですが、まあこれタンラ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 ンってして、これ飲んどきましょうか。こんなところで飲んでいけんのかな。こういうのいつもやられるからな、皆さん。ほんま真似したらあきません。これはほんまやられるだけやからねびっくりするぐらいやられるから。これちょっと持っとこうか、移動用にね。ちょっとインターホンごっこしたいんで、インターホンごっこ。だからとりあえず急いでインターホンを鳴らしたいんで、こっち行ってね。ほんまこれはね、ぜひやってもらいたいね、本当に。潰れる時のインターホンの悲しい音行きますよ皆さん。あの音違いましたね、チチチチチチみたいなやっぱりインターホンもね、人と一緒でやっぱりそれぞれ特性を持ってるんですね。なるほどね。もう僕はバルーン取りませんよ、ほんま恐怖症ですからねバルーン恐怖症にかかってしまったんで、バルーンは取らなかったんですけれども、もうとりあえずね、もうインターホンすらね見てもらえたら僕は満足なんですよ。インターホンおもろすぎてやばいやんっていうのを伝えたかった。本当面白いんですよ、一人でも笑えるからなほんまにね、脳みそハッピーセットかっていうぐらい楽しめましたからね、ぜひおすすめでござるということなんですが、でここも鳴らしましょうか。いきますよ皆さん。うーん、あこれダダダダダーンのタイプでしたね家によって違うの、ほんまに面白いですね。ここはのとこやってねおもろすぎやろこアホすぎておもろいわっていうことなんですけど、ちょオーディション来てますね、嵐のね。ちょっとやばいんでこの辺最後かな。んあららら基本的にはこの音なんかな。じゃあさっきのちょっと微妙に音違ったのは珍しいタイプやったんですね。あここインターホンないですね、もう潰されてるぞインターホンが。僕のインターホン潰したん誰やねんっていうことも突っ込みつついきましょう。ピンポンダッシュやん、ちょっと行きましょうか。オーディションに落ちそうなんで頑張って移動していきましょう。こうやってまったり行ったらいいんですよ、まったりね。車があったんですけど、あの新車の動画はさ、また撮りたいから今は車に乗らないようにして、このねトイレガンで行きましょう。この便所ガンでね、まあなんもないかな。まあ多分敵の人もいないんで、まあ嵐のオーディション入るぐらいまではチャップタイムの方にね入りたいと思います。皆さんちょっと待っといてください。さあ皆さん無事にね嵐のオーディションに入ることには成功したんですけれども、トイレガンね、このトイレガンではパンパン撃ってたら落下ダメージ受けるっていう安定のミスもう僕の動画じゃありありすぎるんですよね。ありありすぎるってあるあるすぎるんですよほんまに。落下ダメージをよう受け取るんですわいうことで、まあ特にオーディション受かったぐらいで敵の人の存在、 あそこで建築バトルなしてるなっていうぐらいかなあ。下にもおるな、下にもおる。うん、これ届く、当たるかなこれ。これ当たったらいいんですけど、ドーン、ドーン、ドーンって無理。まあちょっとちょっかいかけれたかなっていうぐらいで僕は満足したんで、またなんかあればね、チャップモード時代はあの動画の方再開したいと思うんで、チャップタイム入りましょう。皆さん僕すっごいね、今接近してるんですけども、これ大丈夫かなっていう感じ。おい、バレちゃった、バレちゃった、バレちゃった、ほんとどこ行った、お、めっちゃ上行く、お、早い早い。この人建築めっちゃ早いぞ。やばいやつやん、これ。うまいやつやで。これ降りてきてもらいましょうか。ちょっと降りてきてもらってです、ん?大丈夫?降りてくると思うんですよね。これさえ潰せば、ん?どこや、やばい、たまない、いや、この人回復してる、この人回復、なんか遅いですすんの、怖いやつ。うわー、ギリギリのやばやばのやばチャップでしてやん。びっくりしたで、今。ですせえへんからやばチャップやーんっていうことやったんですけれども、なんとか勝てましたね。アップない戦いや、ほんまに。体ボロボロや。ちょっと、アーマー飲んどきましょうか。多分誰もおらんと思うんで、アーマー飲んどいて、あー、怖かったー。戦おうか、戦おうか。あーって、ほんま。おるやん、今めちゃくちゃ安心してたらめっちゃおるやん絶対おらんと
安心してたら飽きません。はい、ということで今回はプレザントパークに行ってピンポンダッシュをしよう、インターホンを使って遊ぼうという動画やったんですけれども、これだけは言わせてください。インターホンでピンポンダッシュはゲームの中やったらいいけど、リアルでは絶対にダメですからね。もうそれしたらもううーですよ。ポリスメン、ポリスメン、ポリスメンが来るんでね、もう絶対やらないでくださいということなんですけどね。そんな話はどうでもいいんですけれども、面白かったでしょ。めっちゃテンション下がりますから、潰れたら何の動画なんていうことあったんですけれども、皆さんもう一回ね行って押しまくってください。インターホンによってちょっとやっぱ性格が違いますやん。人もそれぞれね、個性とか顔とか性格いろいろ違ってきますけど、インターホンも違いましたよ。バババババンのやつも、私ニニ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 みたいなやつもありましたからね。まあ10人トイロって言いますけど、インターホントイロっていうのもまあなきにしもあらずな感じですね。もう意味わかりませんけどね、まあ、とりあえずね面白いんでインターホン鳴らしまくってください。そしてもう一個、これめちゃくちゃ大事なこと、油断したら絶対に飽きまへんチャップ、終わりにしましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。